はい、どうぞ。失礼します。こんにちは先生。はい、こんにちは。私はパーサルブイアンです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介お願いします。はい、はじめまして。私の名前は MD パーサルブイアンです。27歳です。新年月日は1996年の12月の31日です。今ダッカのモンモットに住んでいます。バングラデシュ出身です。私はサンジャパニステーリングセンターに入って合格を合格しました。私は独身です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今どこに住んでいますか？はい、今どこに住んでいますか？クミラに住んでいます。クミラに住んでいますね。はい、わかりました。今どこに住んでいますか？クミラに住んでいます。はい、わかりました。あなたの生まれたのところはどこですか？クミラに住んでいます。コミラです。コミラですね。コミラはどんな町ですか？賑やかな町です。コミラで何が一番有名ですか？甘いものが一番有名です。有名ですね。あなたは甘いものが、甘いものを食べるのが好きですか？はい、好きです。はい、好きですね。あなたの、生年月日を教えてください。生年月日は1996年の12月の31日。31日です。今何歳ですか？27歳です。家族は何人ですか？3人です。誰と誰がいますか？兄と姉と私です。わかりました。あなたはなぜ日本に留学したいですか？日本は安全な国です。日本の勉強システムはとてもいいです。日本人は親切な人です。日本の学費は他の国より安いですから日本で勉強して。はい。ファイサルさんは今何をしていますか？日本語を勉強します。日本語勉強しますね。はい、わかりました。どこで日本語勉強していますか？サンジャパニステーニングセンターに日本語勉強。サンジャパニステーニングセンターで日本語勉強しています。サンジャパニステーニングセンターはどこにありますか？ダッカのモモットにあります。ダッカのモモットにありますね。はい、わかりました。あなたは、日本語始めたのはいつですか？9年の3月です。9年の3月からですね。はい、わかりました。日本語の勉強はどうですか？ちょっと難しいですが、面白いです。面白いです。どんなところが難しいですか？漢字が難しいです。漢字が難しいです。いくつぐらい漢字ができますか？230ぐらいです。できますね。はい。日本について知っていることを教えてください。日本は安全な国です。日本人は親切な人です。日本の首都の名前はトキオです。桜花は綺麗な花です。富士山は高い山。高い山ですね。はい、わかりました。日本で何が好きですか？文化が好き。いや、エニミと文化が好き。文化が好きですね。はい、わかりました。OK。日本語の試験外しましたか？日本語の試験外しましたか？はい、受けました。はい、何を受けましたか？NAT テストと JLPT を受けました。JLPT はいつ受けましたか？9年の12月。そうですね。はい、わかりました。JLPT で何点もらいましたか？210点もらいました。NAT テストも受けましたか？ NAT テストで何点もらいましたか？243点もらいました。43点もらいましたね。はい、わかりました。日本語のクラスは一週間に何回しますか？3回。3回しますね。はい、わかりました。で、日本で、日本に行ったら、どこ行ってみたいですか？学校の寮に行きたいです。どこに行ってみたいですか？京都へ行くと思っています。京都で、いや、お寺と神社を見たいです。日本に行ったら、住みたいところはどこですか？学校の寮に住みたい。今朝何時に起きましたか？7時に起きました。昨日の晩何時に寝ましたか？11時に寝ました。11時に寝ましたね。寝る前何をしましたか？日本語を勉強しました。日本語勉強しましたね。今朝起きたのは後何をしましたか？日本語を勉強しました。日本語勉強しました。はい、わかる。今朝何を食べましたか？何を食べました。あなたは何時に家を出ましたか？6時に出ました。6時に出ましたね。あなたの職業は何ですか？イスラム教です。イスラム教ですね。はい、わかりました。今日は何月何日ですか？今日は4日、4月の4日です。明日は何月何日ですか？4月5日です。
昨日は何月何日でしたか？7月3日です。留学するためにあなたの学校のお金出す人は誰ですか？姉です。姉ですね。はい、わかりました。お姉さんは何をしていますか？商売をしています。どんな商売をされてるんですか？レストランの商売をしています。わかりました。どこで商売をしていますか？コミラのダウト管理です。コミラのダウト管理で商売をしています。わかりました。いつ日本に行きたいですか？ビザがもらえばすぐにでも日本に行きたいですね。あなたは結婚はしていますか？結婚しました。いえ、独身です。はい、面接受けです。ありがとう。